ドイツ並木街道、ドイツ並木街道、ドイツ並木街道、ドイツアリーンストラッサは、ドイツ観光街道の一つ。ドイツ北東端、バルト海の流言島の町ゼリン及び、アルコーナ岬から、ドイツ南西部、ボーデン湖に浮かぶ小島ライヒエナウ島まで、ドイツ全土の美しい並木道のある町を、全長。 約2 5 0 0トルの一本の並木道で結ぶという壮大な観光街道である。これを提唱し、推進しているのは、ドイツ自動車運転者協会、ドイツ旅行業者連盟及び、ドイツ森林保護連盟である。ドイツ並木街道、ワーキンググループの資料では全工程を次の八つの部分に分割し、詳述している。本校では、これらを大まかに五つに分類して、 ルートを説明する。流言島の東端、ゼリント北端のアルコーナ岬を発した街道は、島内のプトブスで合流し、シュトラールズントで本土に入る。街道は、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州を南下、道州南部のミューリッツ国立公園を、西から南へ回り込みノイストレイリッツの西で、再び南下して、ブランデンブルク州に入る。ブランデンブルク州でも街道は、南下を続け、 ベルリン及び州都ポツダムの西、ブランデンブルクアンデアハーフェルを通って、ザクセンイコール、アンハルト州に入る。この宗教近くの町シュトラー派で、街道は二手に分かれる。一方は、デッサウから西へ進むルート、もう一方は、南西のルターシュタットビッテンベルクから、ザクセン州へ向かうルートである。これらには特に名称はついていないが、本校では区別のため前者を、ニーダーザクセンルート、 後者を、ザクセンルートと仮に呼ぶこととする。シュトラー派の南西の町、コスビヒから、西へ進みロスラウへ向かうルートと南のベルリッツへ向かうルートに分かれるが、これは、デッサウですぐに合流する。ベルリッツから、東へ向かいザクセンルートに合流するルートもある。デッサウから西へ向かいヨハンゼバスティアンバッハが、宮廷学長を務めた、K 点再び南北に分岐するが、 これも、経典の北西3 0トルほどの町下スフルトで合流する。街道はさらに西に向かい、ロマネスク様式の聖堂や旧市街を持つ、世界遺産の町、クベードリブルクを南に見ながら、ハルバーシュタットを経て、ブロッケン現象で巧妙な、ブロッケン山の北陸で宗教を超え、ニーバーザクセン州に入る。10世紀に開けこうされた古い銀や鉛の、 鉱山都市で世界遺産にも登録されているゴスラーを出ると街道は南に方向を転じ、ノルトハイムを通りゲッティンゲンの北をかすめるようにして南へ向かい、木組みの建築が美しいデューダーシュタットを抜けて、ハイルバーとハイリゲンシュタットからチューリンゲン州に入る。ミュールハウゼン、アイゼナハと南下し、アイゼナハの南 45km ほどの地点で、ザクセンルートと合流する。 シュトラー派から南下した道とベルリッツから通信した道は世界遺産の街ルターシュタットビッテンベルクで合流しやはり世界遺産に登録されているザクセン州の大都市ドレスデンを目指。ルートはエルベ川に沿って南東へ進むが途中トルガウからダーレナーハイデを南に縦断する。その後ライプツヒとドレスデンとを結ぶ幹線道路に出て時期とワインで 七海マインまで来ると東に向かい、美しいモーリッツブルクで南に転じて、ドレスデンに至る。ドレスデンから、さらに南東へ進み、ハイデナウから南西に方向を転じている津山へ入る。ザイダからは、銀海道と同じルートをアウエーまでたどり、さらに、南西のエルスニッツまで進む。ただしハイデナウからエルスニッツまでは公式サイトの2005年の、資料によばガイロジュの育成中となっている。 ここから震度を西北西にとり、古都プラウエンから中輪原州に入ったところで、二手に分かれるが、すぐに水源リュックで合流し、さらに西北西へと進む。ヨハンゼバスティアンバイハが、オルガン奏者を務めたアルンシュタットからはやや、南寄りに展示、前人間の西 20km ほどの地点で、ニーダザクセンルートと合流する。合流後街道は西に進み、わずかに、 バイエルン州をかすめるがすぐに、ヘッセン州へと進み、バロック都市フルダに至る。フルダから西へ進むが、3 0キロメートルほどの書店、唐崎は、2005年の公式サイトの資料によれば、植樹育成中とのことである。街道は、フランクフルトには入らず、その北側 30km ほどのフリートベルクを、経由して精神し、リムブルクから、ラインラントイコール、プファルツ州に入る。 宗教付近は、ラーン川に面した、美しい町が点在するところとしても知られている。コブレンツの東、バート・エムスから方向を南に転じ、ブラウバッハとボッパルトの間でライン川を渡り、南下して、イーダルイコール・オーバーシュタインの東2 5トルほどの、バート・ゾーベルンハイムから東に向かう。さらに、マインツの南2 5トルほどの地点で南に、 再び方向を転ずる。この地点付近は、北に、マインツ、ビースバーデン、東にダルムシュタットといった大都市がひしめき合う地点であるが、街道はそれらの郊外を回り込むように進んでいる。南に進む街道は、マンハイムの西2 0トルほどの街場と、デュルクハイムを予視し、フランス国境にぶつかって、東に進路をとって、再びライン川を渡る。ラインを渡ると、 バーデンイコール、ビュルテンベルク州の町カールスルーエである。カールスルーエからは南に進み、60キロメートルほどの町フロイデンシタットで東に方向を変える。チュービンゲンを経て、ロイトリンゲンらは南に進む。リヒテンシュタイン城を過ぎ、進路をやや東向きに変えながら進み、ラーフェンスブルクで南西に進み、ボーデン湖のアゼの町、メイアスブルクに到着する。 船で、某湖を西に渡り、リゾートの町コンスタンツへ。さらに西の古城に浮かぶ小島が、並木街道の終着点来ヒへなう島である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。